しょ。巨大テントゲットしました。ということでこちらキャプテンスタックさんのテントですが、約確か 5m 近く 4.6 ぐらいなのかな。結構でかい、めちゃくちゃでかいで、今測ったところ、ちょっと旗車の前立って、大きさ的にはおそらくこんくらいのテント。ちょっと待って、じゃあ俺この角に立とうか。こんな感じね。で今山でテラスを 6m×6m 作ろうとしてるのは、まあだけテントがここまで来たとしたらテラスがこんくらい余裕があるのかな。ここにバーベキュー台とか置いてとかで、とにかく山で紹介しようと思って我慢しとったと。でも開けたくて仕方なくて、開けたくて仕方なくて、もう家で開けようっていうことで、こちらなんとキャプテンスタックさんにいただきました。ありがとうございます。コラボ、そうそうそう、荒川でもコラボの縁があって、でちなみに実はもう一個買ってたんだ。いただけるってなる前にもう買ってて山に置いてるんだけど、それが確かね 3.5×3.5、 あそこまででかくないけど確かちょっと肌そっち一部で多分分からないよ、こんくらいの感じかな。で4万何千円ぐらい、安いじゃん。でこれもテロップで出すけど確か10万円ぐらいでさ、さっきのサイズで言ったらさ、下手したらいいブランドやったら100万円って言われてもおかしくないやん。100万円って言われても多分あってぐらいの、まあそんなもんなんだみたいな。50万って言われたらもうそれがね、確かこれね10万前後やった気がする。とにかくねコスパがむちゃくちゃいいから、キャプテンスタックさんおすすめです。じゃあ開けていきましょう。片ピーして書いちゃったけど、手で剥がしていいってやったら手が破けたらね。いや楽しい。ほら、ちなみに今回はワンポールテントといって真ん中にポールが立ってるやつですね。そしたらこう広く使えますよっていう感じやけ。オクタゴンって書いてあるね。ほらちょ見て 4.6 件、やっぱさっきぐらいあるやん。さっき説明したぐらい。本当だ、人間がこんなに小さく見える。でこれ実は2ついただいたけん、これ多分8人とか入るね。余裕ですね、この感じだったら。でまあ5人にしても最近山多くて10人やけん、2つあったらもう怖いもんなしやけん、あのテラス完成したらこれ建てて10人がかりのキャンプやろうぜ。やりたい。よし、枕投げや。じゃあお願いしときまーす。まず出すところからやね、これ。せーの、ほら指示出し人間、指示すら出しとられて。よし、じゃあお願いします。はい、一人で頑張ってください。そういう交互にこれが行われると。でもさ、そんなでかいのがそんなコンパクトに収まってることもあるんだね。俺二度と畳み切らんと思う。テント系絶対そうやもんね。毎回畳み切らんもんね。どうやって入ってるかをよく覚えてます。そう、マジそれ。おお、いいじゃんいいじゃん。重っさ。コンパクトよ。これで4m×4mできるってすごい。いやすごいね。普通にさ、安いベッドとか買ってさ、このテントの中にベッド入れたもんし、ちゃんとほらカバーになくさないようについてる。これ便利ね。ほら説明書で、これ多分破れるようなやつじゃない。とりあえずほどこうかな。覚えとかんばよ、ちゃんと。これで結ばっとったね。これで結ばっとった。はい。そしてぐるぐると巻かれている。ぐるぐるとフロアシートを広げます。まあ多分開けていいっす。ぐるぐると巻く。あ、簡単ね。こう中に巻いてます。これもさ、大体一緒っすね。大体いつも通りやった。いや、ここからが大事です。畳み方ね、畳み方多分大丈夫で、フロアシートを畳まれてるんですね。こうぐるぐるじゃない、ぐるぐるじゃない、こうね、ぐるぐる。そうまあいいや。フロアなんちゃらけ、こっちだね。ほらフライングしたの。いや大丈夫って。うわー、でけえ。ちょっと説明してみてきます。紐がいっぱい。手引っ張って形作って。だからもうなんか一発目なんかポール立てそうな。もうそうです。さすがテントポールです。長いやつ、一番太くて長いやつ。エンドと樹脂パーツをつけるって書いてある。これかな。引っ張るやつですかね。ペグで引っ張るだけで。あ、そうですだけ。ペグ、あ、ペグ点検無理やんここ。あ、ブロックでします。いやいやいや、横には田んぼがあるよ。確かにね。そうさ、掃除大変や。大変。うわ、長っ。高さもこんだけになるってことでしょ。これ。入り口から入れて。立ち上げてください。入り口探そう。入れていいんじゃないかな。じゃあ、ここを込んで俺中でするけど。これだ中心。あれどこだ中心。これだ。いいですよ。棒入れて。これ上ね。こっちが上。どこ？ここなんか隙間から棒を入れてくれたら中心よ。これが上？はい。おお、ちょっと待って、無理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 。でかっ。これさ、カメラに収まらんないけど。ちょっと。やばいやばいやばい。やばいやばい。ちょっと俺こうなってます。どうなってます。やばい。これ完全にヨットみたいになってますね。うん、ヨットみたいになっとるよ。でかっ。でかっ。先に進めて。それかまたこれ持って帰って。持って。中に入って。あ、あれかな。あ、ずれたずれた。え、何が？真ん中が。次。はい。出口用のサブポールを連結させ。うわー。もうおろそう、いった、こだまさん、そっちの方向倒していいよ。あ、そうですね。はい。ああ、それが、おお、すげえ、ちゃんと四角いなんか。テントに食われた。なんか先に手をつけても良さそうな気がするな。そうですね、まあ、一旦先になんか固定しますか。はい。ここに、あ、じゃあブロック。はい、こんな感じで作ってみますか。8個いる。あ、でも俺が予想してたより大きくないね。うん、言い過ぎてたね。でも4m6測ったらそっくらいやったけどね。もうちょっと向こうか。じゃあ棒立てる？棒立てますか。はい。裸。大丈夫？行ってくるんだ棒。今日ちょっと風が強すぎたね。ああ。ゲハタ。ここかな、一番上どこあった。ここだ。よし、行きます。ゲハタ。でかい。マジでかいね。うわ。いいねいいね。よいしょ。オッケー。はい。あれ？こんな感じやね。すげえ広い。あ、外れちゃった。ああ、やばいやばいやばい。風の力で。うわ。風の力でこれが動く。あ、児玉さんナイス。いや、わかんない。これでも。あ、動く。すごいパワーや。ちょっと風強すぎ。ああ。立てたかった。無理じゃないかな。確かにね、ちょっと風強いね。だったらいけるんじゃろうね。はい、はい、裏やったら狭いもんね。狭いね。うわーもう倒そう、倒します。はははは。張ってればそこまでいいんじゃないですか。素材がしっかりしとけばね。テラス作った時に風のない日に張って、そこにこうアンカーみたいにこう打つと、次から張る時はアンカーにこうかけて、多分風が強くても張れると思う。確かに確かに。ただこのコンクリートの状態、この強風、この条件では厳しいね。そうね。多分キャンプ場やったらペグ打てるけんさ、多分いけたと思っちゃう、この風でも。張れるとこ見つけた。この倉庫の裏の田んぼ。風が確かにここない。全然風なかった。今裏見に行ったら。でもやっぱそうなるよね。そうなる。今編集しおる持ち主に電話する。便利やね。裏に眉、はい、裏に裏の田んぼにテント張ってよけ。あ、どうぞどうぞ。テント張って。じゃあこれのもう床用ってどうせあとトラクターで耕すだけ系っていうか。マジで？じゃあテント張って別に何もせん、張るだけやけ。ありがとう。はい。はい。ロッキー。許可いただきました。ね、ちょっと誰か支えてないと。じゃあちょっとちゃんにも電話します。一旦休憩。はい。はい。はい、来ますよ。はい。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。引っかかった。あ、タイヤに引っかかっとった。はい。これやったら大丈夫よ。あ、本当だ、風全然ない。風ない。あ、本当や。よーし、ここ。はい。で、まずペグから打ちましょう。はい。あ、うんこマシンが来た。不発やった。不発ってあるんだ。痛くなるよね、やっぱ男の子は。ここにペグ置いときます。はい、出た出た。Xマン、違う、X面。私が Xマンだ。なるべくピーンと張りましょうね。あ、これは監督だ。いいね。いいね、やっぱペグいいね。でかいでかい。じゃあボールを立てましょう。マカードに。誰もおらんとやろ。ハロウィンやしね。お化けの。もうキャンプするかこのまんま今日。田んぼキャンプ。タンキャン。どこから入れてるかな。もうそのまま入れてていいよ。で、はた地面にも中心の目印があったけん。はい、ここ。で、入り口、こだまさん一緒にこっちやりましょうか。ああ、もう引っ張ってるからかな。あ、でもその時ピンでしていいんじゃない？ナイス。広い？じゃあ旗ちょっと入れるの手伝って。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ここにね、穴入れるのがついてて。よいしょ。ここに。ああ、なるほどね。入れます。入りました。ナイス。で、児玉さんの方も入れて。あ、入りました。これをこうやって結ぶんだ。ああ、なるほど。穴がついと。結ぶ系な。あ、た。え？倒れるよ、これ。あ、で、外の紐引っ張ったら倒れにくいんじゃない？確かに、そこに紐がね、外の紐を専用の紐がありますね。あー、なるほどね、なるほどね、オッケー。で、今俺外に出れねえんだ。ちょっと、これね、離したら倒れそうなんだわ。マジ？今、旗が持ってきよる。オッケー。オッケー。オッケー。これで多分倒れんはず。あとでも外を引っ張るまで持っとったらいいかもしれんね。広さー。広い。こっちも行きます。ああ、このあれね、このロープね。あ、そういえばしちゃったか。で、いってこれをギュッと締めていく。なるほど、すごいね。広か。で、こっちのパイプも取り付けね。バラい広か。隣田んぼでよかった。知り合いの田んぼで。オッケー。よし、じゃあペグで全体を引っ張っていきましょう。はい。こうかね。オッケー。すごいでかいね。高いっすね、上が。なんこのネズミ返しみたいなやつ。これね。ね。ネズミ返しかな。ネズミ返しわからん人おるかいな。吉野ヶ里遺跡が身近にあるから。そうか。わあすごい。でかい。ちょっとあと門の前に立ってみて。これが一番比較対象として。わあすげえ。でかいでかい。これをテラスが建ったら建てようと思ってます。中入ってみよう。ちょっとこれドローンも持ってくるかな。あ、ドローン持ってきて。ほら、無駄し広いよ。お、何人寝れるね。うわー、普通にこれベッド持ってきてもよかね。うん、あ、広いね。寝袋じゃなくてもいい。いいのいただいちゃったね。広い。外からももう一回見よう。いいねー。わあ、いい感じやん。かっこいい。これかっこいいね。でかいね。でかい。ということで、はい、今回はキャプテンスタッフさんから何人入れるんだろう、10人以上入れる巨大テントいただきました。はい、ありがとうございました。あとはドローン映像もお楽しみください。はい、ご視聴ありがとうございました。東京新宿で釣り岡居酒屋やってますので、ぜひ予約して遊びに行ってください。グッズも販売とプレゼントもあります。これがプレゼントで、あとは販売してるので、ぜひ遊びに行ってください。さよなら。バイバイ。